なぜ俺たちを無視する？飛行士だ！考えても無駄だ！早い！精鋭の私たちが追いつけないなんて！このままじゃ！完了にはまだ時間がかかるな。巨人から住民を守り抜くぞ。アッカーマン、住民に近づく巨人を排除しろ。
している。行かないと。さばいて助けてくれ。行けない、助けないと。助かった。よし、この場はなんとかしのいだな。ミカサ・アッカーマンか。あいつは間違いなく逸材だ。撤退だ。壁を登るぞ。班長、私は前衛の撤退を支援してきます。おい待て、アカマ。私にはこの世界に帰る場所がある。エレン、あなたがいれば私は何でもできる。やっと撤退命令が出たってのに、ガス切れで壁を登れねえ。だったら一か八か、あそこに群がる巨人をやるしかねえだろ。本部ならガスを補給できる。ただ逃げ回って残り少ないガスを使い果たせば本当に終わりだぞ。俺たち訓練兵の誰にそんな決死作戦の指揮が取れる。アルミ、大丈夫なの？エレンはどこ？訓練兵34班の5名は壮絶な戦死を遂げました。アルミ、今は感傷的になっている場合じゃない。私は強い、すごく強いので、私なら一人でもあそこの巨人どもを蹴散らせる。あなたたちは腕が立たないばかりか臆病で腰抜けだ。ここで指をくわえたりしてればいい。くわえてみてろ。あれで葉っぱかけたつもりでいやがる。おい、俺たちは仲間に一人で戦わせろと学んだか。全員で本部を目指せ。死んでたまるか。俺たちも続こう。待って、コニー、これじゃ人数が足りない。まず近くにいる仲間を集めよう。蹴散らしてやる。
も周りにいる巨人の数が多すぎる。いくらミカサでも無茶だよ。このままじゃもう。仲間が戦っています。加勢してください。分かった、みんなやるぞ。カッサバイデル、Oh.
なに早く動けるんだ。この世界は残酷だ。そしてとても美しい。いい人生だった。もう諦めない。死んでしまったらもうあなたのことを思い出すことさえできない。うわを殺すなんて聞いたことがない。そしてかすかに高揚した。その光景は人類の怒りが体現されたように見えたから。